BMWM3、M3 BMW、M3 はドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売しているスポーツセダンである。開発は BMW のレース部門、モータースポーツ関連研究開発市会社である BMWM によって行われる。同社は3シリーズをベースに BMWM がチューニングした高性能スポーツモデル、兼ツーリングカーレース用。 ベース車両モデルとして生産される。初代 E30 型 M3 はツーリングカーレースに出場するためのベース車両として製造された。ドイツ本国で1985年に発表。エンジンは M1、M635G などに搭載された M88 型 DOHC エンジン3.5リットル直列6。 気筒エンジンを2気筒を切り取って作られた2.3リットル直列4気筒エンジンで、それに ZF 製ノーマルパターンもしくはゲトラグ製、レーシングパターンの5速 MT が組み合わせられている。E30 型 M3 で特筆すべき点は、レース界の決闘が息づいていることである。これは当時ラリー、ツーリングカーレースなどで台頭してきた、プロドライブやシュニッーへの BMW からの 回答ともことる。レースに勝つために設計された M3 は彼らの期待に応え、欧州各地のツーリングカー選手権で数多くのタイトルを獲得した。BMW が M3 を販売した理由は第一にグループ A レースへのホモロゲーション取得のためであったがもう一つの理由として同じくグループ A レースへのホモロゲーション取得のため1983年に登場したスポーツセダン。 メルセデスベンツ 190E2.3 から16への対抗意識があった。M3 と 190E2.3 から16は1980年代後期から1990年代初頭にかけてドイツツーリングカー選手権 DTM において両者一歩も譲らない激闘を繰り広げた。E30 型 M3 は BMW3 シリーズ。 にドアセダンをベースとしながらもボディ剛性や空力性能を高めるためを幅な変更をしている。ベース車では箱車同然だったボディはワイドトレッドを確保し、よりサイズの大きなホイールを装着するためにブリスターフェンダーを採用し、結果ボディパネルで標準型3シリーズと共用するのはボンネットとサンルーフパネルのみとなった。E30 型 M3 では ホイールベアリングとフロントブレーキキャリパーを上級のホシリーズ E28 型とともしており、標準型の3倍ものキャスター角が付けられている。このためホイールは標準型の4穴 PCD100 タイプから5穴 PCD120 タイプを採用している。その他、空力改善のため C ピラーやリアウィンドウ角度が見直され、トランクをハイレッキ化し、 大型のリアウィングなどを標準装備としている。1987年から BMW ジャパンを通じて日本にも正規輸入された。日本での価格は658万円。日本、イギリスをはじめとする他の左側通行を採用する国でも左ハンドル車のみが販売され、右ハンドルモデルはオーストラリア仕様のみ存在した。1990年。 生産終了。以下の車両は日本への正規輸入はされていない。初代の生産が終了した1990年以降、M3 はラインナップから消えていたが、新たに E36 をベースとする M3 が1992年に発表される。初代とは異なり、3.0リットルの S50 バイト30型直列、6気筒エンジンを搭載した。当初は二ドアクーペのみの設定であったが、 1994年より4ドアセダン、リムジンとカブリオレが追加される。4ドアモデルは1995年から1998年までベースモデルのフルモデルチェンジに伴う3休種をしていた M5 サルーンの代替モデルとしての役割も与えられていた。先代では派手なエアロパーツを身にまとい、一目で M3 とわかるルックスを持っていたのと対照的に、 E36 型 M3 の外装は極めておとなしいものであり、一見するとノーマルの3シリーズクーペと見分けがつかないほどである。これを逆手に取り、BMW ジャパンで販売された最終型の3シリーズクーペは全車に M3 と共通のエアロパーツを装着し、販売していた。1995年、クーペとセダンがマイナーチェンジ。 新たに3.2リットルの S50 バイト32型直列6気筒エンジンを搭載し 100PSL を超える 321PS を達成。トランスミッションも6足となる。同時に前後のウィンカーレンズがホワイト化された。なお、カブリオレは1996年に3.2リットル化される。1997年トランスミッションに6足 SMG セミ AT を追加。SMG は BMW が F1 で培った技術をフィードバックしたトランスミッション。市販車種への搭載は M3C が初めてであり、故障が頻発した。1998年、生産終了。以下の車両は日本に正規輸入はされていない。1999年8月、フランクフルトモーターショーで発表。 2000年から欧州で販売が始まった。ドイツ本国では、カブリオレも販売された。搭載されるエンジンは6連スロットルを備えた、直列6気筒3.2リットルエンジンの S54 型で、先代から出力、トルクともに向上した。トランスミッションは、ゲトラグ社製の6速マニュアルと6速、シングルクラッチのセミオートマ、SMG2 の2種類が準備された。S エンゲブは、 先代の失敗を受け、かなりの改良が加えられた信頼性が上がって故障が少なくなった。インマニの形状には、回一で培った技術が使用された。排気系はダブルフロー構造のオールステンレス製であった。前後のトレッド幅もベースモデルから大幅に拡大され、シャシーには追加の補強が行われた。フロントサスペンションはシングルジョイントのストラット式ながら、 単造アルミ製コントロールアームや新規開発の入力分散式やスクスサポートベアリングが投入された。ジオメトリーの見直しも行われた。リアサスペンションには改良されたセントラルアーム式サスペンションが採用され、こちらでもアーム類のアルミ化が図られた。ボンネットはアルミ製が使用されパワーバルジが設けられた。LSD にも効果が変化するバリアブル M ディファレンシアルロックが投入された。 アルミホイールやドアミラーも空力的な考慮がなされた製品が使用された。フロントタイヤ後方の車体側面にはエンジンの熱気を排出するエアアウトレットが設けられた。2001年1月、日本での発売開始、価格は893万円、左右ハンドルの選択が可能であった。2003年から2004年にかけて外装の一部変更を。 SMG のコンピューター変更、フォグランプの衣装変更、キーレスが赤外線式から電波式に変更、フロントタワーバーの標準化、ドライカーボン製のフロントレインフォースメントの採用といった改良が順次導入され、大きく前期型、後期型に分けられる。2006年に生産終了した。2001年9月、フランクフルトモーターショーで軽量化モデル、 CSL が発表される CSL クーペスポーツライトウェイト CSL は2003年に1383台のみ販売され装備の簡素化、遮音材、サイドエアバッグの廃止、カーボン製、ルーフパネルの採用、ルーフパネルだけで 6.8kg の軽量化、電動シートの廃止、フォグランプの廃止などにより約 110kg の軽量化がされた。 軽量化のため、ナビゲーションやオーディオ、エアコンは未装着であったが、希望すれば無料で、オーディオとエアコンは装備されて出荷された。リアウィンドウもガラスの薄い製品が採用された。また、強化ブレーキ、フロントはローターを M5 に使用されている、フローティングタイプの 345mm に変更。リアは体型ピストンに変更。専用サスペンション。 専用前後スポイラー、専用19インチホイール、中空スタビライザー、バケットシートも装備していた。リアディフューザー、リアスポイラー、インナードアパネル、センターコンソールにもカーボン素材が使用され、トランクルームの底にはハニカム構造の複合材が使用された。ステアリングのギアレシオはよりクイックに変更され、ステアリングホイール自体もクルーズコントロール機能を廃止するなどして軽量化されている。 エンジンは、標準モデルの343馬力から17馬力増となる360馬力の S54 バイト 32HP 型エンジンが搭載されたエンジンの変更部分については、BMWS54 バイト32エンジンを参照のこと。エンジンの液ユニットは、記憶容量が2倍となり、処理速度が3割増のユニットに変更された。 SMG2 自体は同じであるが、専用プログラムが搭載され、シフトスピードが改善されている。姿勢安定制御機能もソフトウェアが変更されて、姿勢制御の介入が遅くなるように変更された。日本での CSL の価格は1、150万円。ボディカラーはシルバーグレーメタリックとブラックサファイアメタリックの2種類のみの設定だった。北米 A は輸出されなかった。 ドイツ国内で仙台販売され、残りが欧州と日本で販売された。ミッションは SMG2 のみの設定。2007年3月、サロンはアンテルナショナルドロトで量産型に近い M3 コンセプトを発表。同年4月、ドイツで M3 クーペ E92 型 M3 が発売された。仙台よりも一回りボディが大きくなったが、 第2世代 M6、クーペと同様のカーボンファイバールーフを採用し、各パーツにアルミニウムを使用するなど軽量化が図られ、車両重量は、先代の 80kg 増の 1630kg に抑えられている。0から 100km 加速は4.8秒となっている。サイズは、全長 4620mm、全幅 1805mm、全高 1425mm、 ホイールベース 2760mm。またエンジンは先代までとは異なり、排気量を4.0リットルまで拡大した V 型8気筒エンジン S65 バイト40型である。M3 に V 型エンジンが採用されるのは E46 型 M3GT-R などがあるが、全車搭載はこれが初めて。組み合わせられるトランスミッションは6速、MT または7速。 DCT-M3 への V8 エンジン搭載は、賛否が分かれたが、3リットルから4リットルクラスのインターナショナルエンジンオブザイヤーを2008年から5年続で受賞したエンジンであり、その性能は高く評価されている。V8 とはいえ、軽量化されており、E46 型 M3 の次期6エンジンと比較しても 15kg 軽量である。圧縮比は12.0。 レブリミットは8400回転 92mm のボアと 75.2mm のショートストローク設定で高回転型の設計が出されているダブルバノス可変バルブタイミングシステムが採用され各機筒独立の8連スロットル仕様となっている基本的な構造は同時期の M5、M6 用の V10 エンジンと共通であるエンジンブロックはアルミ鋳造で シリンダー壁は結晶化シリコンで強化されている。加速時にはオルタネーターの電磁クラッチが切られるなどエンジン性能を高めるために様々な工夫がなされている。2007年10月には東京モーターショーで M3 ダン、E90 型 M3 が発表された。M3 ダンは基本的にノーマルの3シリーズセダンと共通のエクステリアを持つが M3 クーペと同じ V 型8気筒エンジンが搭載され、基本的なメカニズムも M3 クーペのそれに準ずるため、フロントノーズはクーペと同様のものが採用されている。また、M3 クーペに搭載されているカーボンファイバールーフの採用は見送られている。車両重量はクーペよりわずかに重い 1640kg で0から 100km 加速は4.9秒である。サイズは 全長 4585mm、全幅 1815mm、全高 1435mm、ホイールベース 2760mm。M3 ダンは、ドイツツーリングカー選手権、DTM のレギュレーションに、ほぼ合致していたことから、2011年シーズンまで、参加車両は4ドアセダンに限定されていた、発売当初より、BMW は、 DTM へこのモデルで参戦するのではないかと噂された。しかし、たびたび参戦を噂されながらもなかなか参戦に踏み切らないまま DTM のレギュレーションがグランド AM やスーパー GT と歩調を合わせる方向で変更され2012年シーズンより DTM の参加車両は再びにドアクーペに統一されることになった。BMW は M3 クーペ。 ベース用車両 E92 型 M3GT4 をベースマシンとして2012年シーズンから DTM に参戦している。2008年1月 M3 カブリオレ E93 型 M3 を発表3月のジュネーブショーで初公開された。M3 カブリオレは3シリーズカブリオレにも搭載された電動油圧式リトラクタブルハードトップを備えおり。 クーペとカブリオレを融合したスタイルとなる、クーペカブリオレ方式のリトラクタブル式ルーフを採用した。車両重量は 1885kg と、クーペやセダンより重くなるが、0から 100km 加速は5.3秒で、クーペプラス0.5秒に止まり、ソフトトップだった E46 型 M3、カブリオレよりも高性能である。サイズは、 全長 4620mm、全幅 1805mm、全高 1397mm、ホイールベース 2760mm。さらに、M3 カブリオレの発表と同時に、従来型の6速セミ AT である SMGE に、代わり、7速の MDCT、ダブルクラッチトランスミッションが発表された。この MDCT は1、3、5、7の奇数段とに、 4,6の玉数段の2つのクラッチを持つ変速機で変速スピードは非常に速い。同様の機構としてはフォルクスワーゲングループが採用している DSG がある。この MDCT はドイツ本国ではクーペ、セガン、カブリオレの全車種で選ぶことができるようになった。M3 カブリオレは日本市場へは未導入である。2009年11月に発表された。 特別使用車。エンジンは4.0から4.4リットルに拡大され450馬力を発揮した。樹脂製、リアウィンドを採用するとともに、エアコン、オーディオ、ナビゲーション、リアシートを省略することにより 140kg、軽量化して 1490kg の車重を達成した。チタン製、エグゾーストシステムやロールバー、消火器が装備された。ブレーキは、 全6ピストン、後ろ4ピストンの大型のものが採用された。トランスミッションは7足、DCT のみ。2010年5月からドイツでの販売が開始され、同年夏頃には他国への出荷が始まった。ドイツでの価格は11万5千ユーロ。合計135台生産された。2013年12月、発表された。第4世代の V8 エンジンは、 賛比が分かれたが、第5世代では、M3 としては初めて、ターボエンジンが搭載された。直列6気筒エンジンは2つのターボチャージャーが装備され、最高出力431馬力、最大トルク 56.1kgm を発揮し前、モデルと比較して、燃費も大幅に改善された。ターボ化により、最大トルクは、第4世代と比較して5割増しとなる一方、 燃費は排気量の縮小により25から30%改善し、ユーロ6排ガス規制をクリアしている。軽量化のためにカーボン製のルーフやタワーバー、プロペラシャフトが採用された。4ドアセダン型のみの発売。クーペ、カブリオレは3シリーズベースの2ドアモデルが4シリーズと解消して再編されたことにより、BMW M4 に移行した。 第5世代の開発として強く意識されたのはサーキットでの走行性能の向上であった。そのため開発には2012年 DTM チャンピオンブルーノシュペングラーら BMW のワークスドライバーが深く関与している。サーキット走行に耐えるためにメインラジエーターとは別にサイトラジエーターが装備されターボチャージャーの時空系には電動、クーラントンプで 冷却液が循環されている。ホイールは標準が18インチであるが、オプションで19インチホイール、プラス27万8000円も設定された。またプラス110万円でカーボンセラミック製ブレーキシステムを搭載できた。2017年11月生産分から、車体フロア画面への排気微粒子除去装置の装着のためにカーボン製。 プロペラシャフトがスチール製に変更となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。